こんにちは、コンさんです。今日は内もも、お尻、太もも全部、美脚最強筋トレやっていきたいと思います。ちょっと長いですが一緒に頑張っていきましょう。脂肪燃焼を目指してやっていきます。やり方、やりながら説明していきますので、ぜひ一緒にやってみましょう。寝てください。寝た状態で少し足を開いて、つま先外に向けた状態です。片足ずつこうやって上げ下げしていきましょう。速さは特にいらないのでゆっくり上げ下げしていきます。内ももから、下腹部のあたり、鼠径部のあたりですね、ここら辺効いていれば OK です。少し、ももの前が辛いという方はちょっとだけこうやって膝を緩めてあげると、内もものあたり、こっちに効きやすいです。で、上げてない方の足でこうグッと地面を押してしまいがちです。そうするとなぜかですね、上げてない方の足のももの裏とかお尻がきつくなるので、そういう方はちょっとね、緩め、どうやったら緩めるかなって探しながら、こっちの足だけを上げ下げするようにやってみましょう。あと15秒ぐらいですね。よいしょよいしょ。で、できる方見えるかな、地面につかないぐらいです。一回一回つくのではなくて、つかないぐらいでギリギリこうやってやっていきます。さあ、もうちょっとあと3秒ぐらい。はい、OK、反対です。よいしょ。反対も同じようにですね、シンプルに上げ下げです。内もも、あとは腸腰筋もね、少し働きます。で、あと下腹部あたりですね。なので一石三鳥ぐらいのトレーニングになってます。さあ、ゆっくり上げ下げです。ちょっとね、太ももきつい方はほんのちょっとだけ、膝を緩めてあげると OK です。よいしょ。どちらでも、こちらもで、ここの背中と地面の間にこう隙間ができてしまうとですね、どうしても腰が痛くなりやすいので、手をこう入れてぐーっと背中をね、地面に潰すような感じ、押してあげるような感じですると、上手に、もも前から内もものあたりだけ効いてくると思います。あと15秒。さあ、もうちょっと、これだけでもね、地味できついんですけれども、もうちょっとです、頑張りましょう。で、内ももが続きます。ここからですね、足パカになります。よいしょ。ではお尻じゃないや、足を上げます。よいしょ。で、足を上げてゆっくり開いて戻すというトレーニングですね。踏みやすいように向き変えます。こんな感じです。よいしょ。で、足パカで一番多いのは膝が曲がってしまいますとか、足がどうしても上がりません、硬くて上がりませんという悩みです。そういう方はですね、お尻の下に手を敷きます。お尻の下に手を敷くとお尻が高くなって上げやすくなります。これも一つね、コツですのでやってみてください。あともう一つ多いのはね、こうバキバキになってしまいますっていう方も多いんですけど、勢いこうバッてつけるとね、バキバキになりやすいのと、あとはなのでゆっくりやって、なる直前ぐらいまででいいです。止めるところでやっていきましょう。はい。で、痛みがなければ続けて大丈夫ですが、もしちょっと痛み出るようだったら、あんまりこれは無理しないでお休みください。もうちょっと時間いっぱい頑張りましょう。あと5秒だけ。よいしょ。ここからですね、足を、膝を立てて、よいしょ、お尻を上げていくんですけれども、足揃えます。足揃えてお尻を上げる。で、プラスですね、膝のお皿でこうグーッと上げながら、内側に寄せるように力を入れていきます。そうするとお尻だけじゃなくですね、内もものあたりも効きやすいです。よいしょ。膝と膝をギューッとくっつけながら、ギューッとやりながらです、さっきね、刺激した内ももをよいしょって感じでね、やりながらやってみましょう。あまりこう膝を曲げすぎるとですね、太ももの前に引きすぎちゃうので、まあ、緩やかな膝の角度で結構です。膝のお皿とお皿をしっかり、できるだけ8割ぐらい、9割ぐらいの力でちゃんと押してあげましょう。よいしょ。さあ、4種目終わりましたよ。4種目、もうちょっとです。あと3秒。さあ、横になります。よいしょ。どちら上でもいいです。そしたら上になってる足を上げ下げしていきます。こんな感じです。よいしょよいしょ。で、上になってる足が天井に向いてしまうとどこまででも上がるので、これは NG ですね。しっかり膝は内側に向けること。そしてもう一つ、脇腹と地面の間にしっかり隙間を作ります。これめっちゃ大事です。これめっちゃ大事。これ潰れてしまうとお尻というよりは脇腹で上げちゃうので、なんとなくここに効かないです。ので、これもね、ちょっとやっていきましょう。
でどうしてもあとふくらはぎに効いてしまうという方は足首ピーンってなりすぎなので、足首はちょっとゆるゆるダラダラにした状態でやってみてください。よいしょ。さあもうちょっとあと15秒だけね、結構ここら辺からきついんですけれどもね。よいしょ、もうちょっとあと10秒だけ頑張りましょう。ほい。皆さんは寝返り、スマホ持ったまま寝返りを打ちましょう。私は見えやすいように、頭の向きを変えます。よいしょ。反対やっていきましょう。よいしょ。反対も同じように、足の向きが外に向いてどこまででも上がるようにしないように内側に向けます。そしてここに隙間でしたね、隙間ちゃんと作って、よいしょよいしょとやっていきましょう。ほっほっほっ、こんな感じです。さあ20秒経過。はい、ここがね潰れてしまうと脇腹使っちゃうので、これあんまり効かないです。しっかりね隙間を作ってやっていきましょう。なのであのあんまり上がらないが正解です。あんまり上がらなくて全然 OK。 こんなに上がるのはね、なんかこうごまかしてないと上がらないので、これぐらいで全然 OK です。ごまかさないとこれぐらいしか上がりません。はい。さああと10秒ぐらい頑張ろう。よいしょ。さあふくらはぎ緩んできた方、ゆるゆるしてしっかりふくらはぎ力入らないように気をつけて。さあでは上になってる膝を立てます。今度は下になってる足を上げていきましょう。よいしょ。また内ももですね。でこれなんですけれども、今回はこれも体を起こしても大丈夫です。どちらかでやってみて、この内ももから少し前ももも効くんですけれども、あのあたり効いていれば OK とさせていただきます。できるだけね、こう手とかこっちの足で地面を押したくなるんですけれども、なんとか我慢して、こっちの足だけで、よいしょ、よいしょ、ほい、ほいっとね、入れていきましょう。内ももの隙間作りたい人、これ頑張ります。さあ、頑張りますよ。もう後半になってますんでね。はい、しっかり頑張りましょう。よいしょ、よいしょ、ふう、よいしょ。さあ、あと10秒だけ頑張ろう。10秒だけ頑張ります。10秒終わったら、皆さん同じように寝返りです。私は頭の向き変えていきます。反対の膝を立てて内ももやっていきましょう。よいしょ。はい、こんな感じでしたね。でこんな感じです。よいしょ。これでも寝ても OK です。内ももがあこっちの方が私は分かりやすいなっていう方を、やってください。よいしょ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 。よし。さあつきたくなるんですけどつかないでね、頑張ってください。よいしょ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 。さあ頑張ろう。よいしょよいしょ。もうちょっともうちょっと、はいはいっと、よいしょ。次からですね、お尻になります。片足のヒップリフトです。結構つらい。片足で、地面からお尻を持ち上げていくような運動になります。さあ頑張っていきましょう。ではもう一度仰向けになって膝を立てます。よいしょ。でどちらの足でもいいので、片方持ち上げた状態でぐっともう片足でしっかり地面をしていきます。で膝曲げすぎるとももの前に効きます。膝伸ばしすぎるともも裏がつりそうになります。少しずつですね、前後の位置を調整して、一番まあお尻とちょっともも裏に効くかなぐらいが一番ですね、ちょうどいいところです。よいしょ。これぐらいかなってね、探してみてください。よいしょ。足はこうでもこうでも、あときつい方はこうやってかけてもあのいいので、それぞれねやり方はお任せします。息は上がるところでですね、基本的に、今日のは上げながらって感じでやっていきましょう。さああと10秒だけ頑張ります。よいしょ。お尻ね硬くなってますか、たまに触りながらやってあげましょう。さあでは反対です。同じように、よいしょ。ふいっ、では上げ下げですね。もう一回確認します。膝曲げすぎるともも前に効いちゃいましたね。で膝を伸ばしすぎると今度はもも裏がつりそうになりました。なのでちょうどいい、前後の幅見つけてみてください。何回かねやりながらこう確かめて、あ私ここお尻一番くるな、お尻の付け根あたりですね、付け根あたりからちょっと上のあたり、あ一番硬くなるのが分かるなというところを見つけて、でそこで1分間やってみましょう。
どうしても結構きついので、こう腰でね、腰で反ってこうやって上げちゃう方はお尻じゃなく、どうしても腰にっちゃいます。で少しこう体丸めた状態で上がるだけでいいです。なのでこれぐらいでも全然効きます。こんなに上げる必要ないです。しっかりこう体丸めた状態で上げればこれぐらいでも全然 OK なので、ご自身のレベルに合わせてね、あと10秒だけ頑張りましょう。はい、よいしょ。さあこれ終わったら次最後、これ終わったら次最後ですよ。よいしょ、頑張ろう。はい、では両足で上げてひたすらキープ、ひたすらキープですでね、よいしょ。で余裕な方はほんのちょっと落として持ち上げる、ほんのちょっと落として持ち上げる、こう小さな動きで繰り返すだけです。これを1分間。きつい方はできるだけキープ、お尻もできるだけキュッと締めて自分から硬くしましょう。で足は少し開き気味で、膝も少し開いた方がお尻はちゃんときます。膝がこうやって内側入ってしまうとお尻は抜けちゃうので、膝が内側入らないようにちょっと自分で、外に向けていきましょう。さあこれもあと25秒、ここまでよく頑張りました。お尻、太もも、内もも、外もも全部ね、引き締めのエクササイズやってきました。これしっかりやれば夏の仕上げバッチリです。さあ残りあと10秒頑張りましょう。自分に打ち勝つぞ、頑張るぞ。はい、少しでもやる方は、はい、最後だけ、あー OK、 頑張りました。自分に拍手を。素晴らしい、素晴らしい、頑張りましたね。他にもいろんな部位、いろんな時間をしてますので、それぞれですね、毎日毎日楽しくやっていきましょう。また一緒に綺麗な習慣作っていけたらと思います。それでは今日もお疲れ様でした。ありがとうございます。